この放送はライブハウスオーフナハニービーと日の出町セラビーの協力でお送りします。はい、どうも皆さん。えー 私、りょうでございます。映画めっちゃ長かったですけども、えーまあ、そういう時もあるということで、はい、<laughs> ハッシュタグペコパということでね <laughs>、おい、もうしょっぱなから、あのー、告知やめろって思った方ね、もねペコパさん大好きなんだで、ね、ぜひ、ね、出ていただきたいななんて思うんですけど、まあね、でもね、あの芸人さん、あちょっとこの話する前にね、あの大事な話がございます。えー、またもや、えー メンバー、僕のメン、ファミリーが全員、あの、長期休暇を取っておりまして、はい。現在、それぞれの、あの、実家に帰還中ということで、はい。あの、今回も僕、本当に一人で、えー、やらせていただきます。えー、コリア、ルーナちゃんは、ま、未だにロシアにいますね。ルーナちゃん、早く帰ってきてくださいよ。本当に、あさっさとしてください。<laughs> さっさと、さっさとしてください。口が悪いですね。ごめんなさい。<laughs> さっさと帰ってきてください。どの道変わってないということで、まあ、そういう時もあるということで、ありがとうございます。ハッシュタグ、ペコパン、ありがとうございます。そういう 時を戻そう。ありがとうございます。はい。ということで。<laughs> ね。あのー、まあ、あのー、なんだろう、芸人さんのちょっと話になるんですが、まあ、僕の好きな芸人さん、ちなみにね、皆さんわかりますかあの、ちょっと、じゃあ演じますね。お主ー 私、できちゃったみたい。そこはまだや、お前。つって。はい。ご存知、あの、千鳥さんですね。はい。千鳥さんの年、ね、代ね、僕ね、すごい好きでね。あの人たちね、あの、漫才中に笑い出すんですよね。それがね、またちょっとね、面白かったりするんで、ぜひね、あの、YouTube とかでね、あの、載ってたりすると思うのでね、あの、チェックしてみてください。あの、千鳥さん、何気に面白いですよ。あの、その、 千弁和歌山高校野球部80名様っていうやつとかあるんですけど、それめちゃくちゃ面白かったりするんで、ぜひね、はい、見てくださいということで。ね、最近の、あの、僕ね、この前の放送からずっと最近起こった出来事を話してるんですが、最近ですね、皆さん、あの、韓国のアイドルプロジェクトが実はひそかに行われてたのをご存知でしょうかま、あのね、2PM さんとか、Twice っていうあの、韓国の アイドルグループをね、生んだ JYP エンターテインメントさんっていう、韓国の、まあ、あの、事務所があるんですが、そこのね、合同オーディションがありまして、はい。あ、あとあの、ソニーミュージックさんと JYP エンターテインメントさんが、あの、やった合同オーディションなんですが、それのね、二次プロジェクトっていうね、あの、プロジェクトが実は密かにあったんで、フールだったかなフールかなんかでね、あのー、オーディションの様子が、あのー、流されたんですが、あのー、 それで誕生したガールズグループ、に、にじゅっていうね、あの、に、にじ、にじ、u、って書いて、にじゅって言うんですが、n, i, z, z, i, u, 二じこれで二じらしいんですが、まあ、あのね、その二じのね、あのー、グループが活動をスタートしまして、六6月30日にね、ミニアルバムのね、Make You Happy のリリースをね、発表し,し、したんですよ。 でねまあ、あのまだちょっとあの申し訳ないんですけど曲がまだちょっと僕の方がまだ聴けてなくてですねちょっと感想は言えないんですがあのちょっとね早めに早急に聞いてねあの感想を言いたいななんて思うんですが、まあ、あのインタビュー企画とかもねあの配信されたりするみたいなのでぜひネットフリックスだあの フール入っててる方はねあのチェックしいいただければと思ますどこだったかなごめんなさい。ちょっとね、あの、配信されてる場所がちょっと忘れちゃったんですけど、えっ、ー、とね、ネットフリックスだったような気がします。はい。な,なんで、ぜひ、チェックしてみてください。僕ね、その、あの、プロデューサー染めてたね、あの、J.Y.Park さんっていうね、 あの、方がね、すごい実はす、あの、印象的でね、面白い方なんですよね。はい。めちゃくちゃ面白い人なんですよ。なんかね、あの、でも思ったことズバズバ言える方で、すごくね、敏腕なプロデューサーさんで、はい。ぜひね、あの、この、ね、ラジオに出てくれないかな、なんて思う。出るわけねえかな <laughs> 出るわけねえか。ごめんなさい。はい。ね、あのー、まあ、よかったらね。はい。もう、見てみて。 ください。あの、まあ、あ多分ね、再放送というか、まあ、ああの、番組形式で、多分放送されてるはずなので、チェックしていただけるといいですよ。はい。ま、あね、あのー、あの、J.Y.Park さん、あの、またの名を、パクジニョンって言うんですけど、パクジニョンさんっていう方なんですが、ま、ああの、すごく面白い方で、ぜひチェックしてみてください。はい。ということで、ま、あね、あのー、 こういう感じで、あのー、韓国のアイドルグループもねこう、誕生したということで、まあ、それなりにね、あのー、僕も告知をしようかななんて思うんですが、まあ、あのー、鎌倉アイドルボックスもね、アイドルプロジェクトを開始しますんで <laughs>、あのー、僕が J1、パク・ジニョンさんみたいなあの感じで審査する <laughs>、生意気にもほどかるよ、俺、本当ににいいい加減にしなさい本当に。<laughs> 本当に もうね、そんなねそう,うまくいくわけないんですからね、まあ、とは言いつつもあの募集してますんであの鎌倉のルータン社の方も引き続きあの募集してる2期生、まあ、3期生がね次。 いつなるか分かんないんですけど、3期生も募集絶対すると思うので。あ、研修生を作るかもしれないということで。はい。あ、なるほど、なるほど。受かったら研修生になれるかもしれないと。いいですね。だんだん AKB 化してきてますね。はい。独ぞの秋葉原系になってますね。いいですね。僕ね、あの、研修生ってね、あの、謎の制度ね、何なんだろうってずっと思ってるんでね。<laughs> あの、本当に思うんですよね。研修生って何って。 何掃除雑用させられんのみたいなね、多分印象はある子多いと思うんですけど、研修生っていうのはね、まあ、あの、歌の練習とかね、あの、間近でこう、先輩たちの見学できたりとか、で、あの、なんだったら、研修生にもチャンスが来たりするので、アイドルってね、まあ、あの、ほら、こう、個人のしのぎの削り合いなので、ま、ね、ひょっとしたら昇格級にできたりするパターンもあるので、 ね、研究生だからといって諦めずにちょっと努力してみるのもありかもしれないですね。意外とね、研修生ファンのこう、方が多いとかもあるのでね、そう、意外とマニアックな人多いので、ぜひね、あのー、そういうのも受けてみてください。はい、あの、まあ、鎌倉アイドルボックスの、あの、公式ツイッターの方で、あのー、二つとも、あの、オーディションの内容とかも、 お送りしていきますので、ぜひね、あのー、見てください。ハッシュタグペコパでも多分ね、引っかかる可能性あるんで、<laughs> ぜひね、皆さん、あの、ハッシュタグペコパで検索してください。<laughs> ペコパさんのご利用し、ほんに。ペコパさん聞いてますかもう、松陰寺太夫さん聞いてますか本当に。シュウペイさん聞いてますかということでね、別に友達じゃないんですけど、出てほしいなっていう、あの、ただの小売りでございます。ほんとにね。まあね、あのー、他にも、あのー、 最近をまあ曲紹介にもあのこれちなんでるんですけどまああのー、一応ね話していこうかなと思うんですけどまああのー、最近ね YouTube を始めたっていうね僕のね友達手越くんって子がいるんですがそのね手越くんがね、まあ、何かとねちょっとねあのー、まああのー、いい話っちゃいい話なんですけどこのタイミングでっていうね、あのー、感じでちょっとね とあるグループに入ってたんですけど、まあグループを脱退しまして、今現在一人で、なんかウーバーイーツみたいなね、リュック背負ってあのこうね、街をこうやって弁当を配り回るっていうね、ことをやってたんですが、まあ、まあ手ごしくね、いいことはしてるんですけどね、 はたから見たら一瞬ね、あの、ええ、な、なにこいつなんでこのタイミングでみたいに思う方も多いと思うんですよ。でね、まあ、ただ、これ人それぞれ意見があると思います。まあ、僕から言わせてもらうと、うん、手越くん、うん、ダメだよ、それは。うん、よくないよな。タイミングが悪すぎますよね。うん ままあ、僕の、ね、友達、マスっているんですけど、増田くんって子がいるんですけど、あのあの似たような赤髪がね、一時期やってて似合ってた方がいるんですけど、そのまっって、増田くんっていうことね、あと小山くんっていうね、最近ね、ニュースキャスターもね、頑張ってる僕の友達がいるんですよ、そのもう小山くんと、あと加藤茂明くんっていうね、あのー、あの,あ,あの皆さんの思ってる加藤茂明くんではないと思いますよ。 あの、僕の友達なんかかっこよくないっつって、カタカナでシゲアキってしてるんですけど、加藤シゲアキってしてるんですけど、ま、そのね、加藤シゲアキくんもね、あの、俳優さん役者やってたりとかね、意外とね、あの、すごいみんな頑張ってるんですよ。だからね、その手越しくんの脱退により、あの、まあ、あの、ニュースっていうね、あの、アイドルグループで、あの、やってるんですけど、あ、別にあの、あれですよ皆さん、ジャニーズグループのニュースじゃない と思いますよ。多分僕が話してる内容は。違いますよ。あの、あ、まさか、まさかみんなね、え、その4人って、あの、あのグループのって思ってると思うんですけど、僕の友達ですからね、言っときますけど。前回のあの、僕の友達の渡部君と佐々木のぞみさんのね、あれもあるんですけど、今さんって言っちゃったけどね、佐々木のぞみちゃんとか、ね、あの、僕、全部僕の友達ですからね、言っときますけど、違いますよ。 あのあの信用しちゃだめですよ、本当に。<laughs> ねもうあのだから、手越くんの、ね、こともしっかりそうですけどタイミングって大事だなってやっぱ思うんですよね、あの脱退するにしろ、ね、そのタイミングじゃなかっただろって多分思う方も多いと思うし、ねまあ、結構前の話になりますけど「紅白」に出ててね、まあ、僕の友達で。 女の子の友達で、あの、大島優子ちゃんって子がいたんですけど、紅白でね、あの、北島三郎さんが、あの、引退するよっていう時に限って、あの、卒業発表して、ええー、なんでこのタイミングでしちゃうかなみたいなね、空気の読めない感じもあったし、まあ、大島優子ちゃんもね、大胆な子だったし、ねもうあの、そのタイミングで言わなくていいだろうみたいな。なんかねあの、ちょっとね、あの、タイミングを履き違えちゃう子が、 多いかな、なんて印象があるんですけれど。まあね、あの、そんなこと言っててもね、あの、多分ね、もう、どうせニュースをバカにしてるだけでしょって思うので、そう思われないように、僕、今回、なんといつもならね、あの、昭和のアイドルを流すんですが、今回、みんな、朗報ですよ、ね、最近、あ、僕の友達の方じゃないですよ。僕の友達の方じゃない、手越く君。 が、脱退宣言しまして。で、あのー、まあ、そこでね、今3人で活動している、ニュースさんっていうね、グループがいるんですが、違うよ、僕の親友の、あの、その子たちじゃないよ。違うよ、違うよ、うん。で、その、ジャニーズグループさんに所属してる、ジャニーズさんに所属してる、えー、ニュースの、あの、曲を持ってきました。それでは、聞いてください。ニュースで、チャンカパーナ。聞いていただいたのは、ニュースさんの、チャンカパーナ、でした。 はい。ということでね。えー、ニュースの、えー、お三方、これからも頑張ってください。そしてね、あの、手越さんネタにしてすいませんでした。<laughs> すいませんでした。あの、まあ、あの、YouTube の方で、ね、大変かと思いますが、えー、応援してますので頑張ってください。ということでね。あの、一つだけ言っていいですかチャンカパーナってなんだよ。<laughs> ずっとね、もう気になってしょうがなかった。ね、チャンカパーナっていう意味ってなんだろうと思って、 検索するじゃないですか。実はね、チャンカパーナって、愛しい人っていう意味を込めて作った造語です。はい。あの、存在しません。要は作られた言葉なので、造語です。はい。で、意味を知りたくて、思わず検索してしまうことを狙って、あえてエキゾチックで何か由来がありそうな言葉になってるらしいです。はい、まんまと引っかかった僕です。<laughs> やられました。はい。なおね、愛しい人とはね、あの、ニュースファンのことを指しているらしいですよ。 はい。で、これにちなんで、あの、あの、ニュースファンのことをね、パーナと呼ぶようになった。どう呼んだらパーナって何年んんっていう。ニュースファンでええやん。パーナって何パーナって。パーコみたいに聞こえてくるから、ハッハーって言ってますから、ハッハーって言って、<laughs> パーコさん出てきますから、本当にね。ん <laughs> やまあそんなこと言ってますけども。あのね、本当に。まあ、意外とね、だからあの、こう、ニュースさんのね、曲聞いてもらってわかると思うんですけどね。やっぱね、あの、 嵐さんとか、いろんなね、有名どころのジャニーズさんと比べると、またちょっとね、違った形で曲を聴いて楽しめると思うので、あのー、まあ、それぞれのファンがいるっていうのはいいことだと思いますのでね、まあ、ぜひ皆さん聴いてみてくださいよということ。なんかね、気のせいかな、最近ね、ジャーニーズのグループね、だんだん3人になる説ありませんあの、カトゥーンもそうだし、<laughs> あの、ねえ、 ニュースも三人だし、しまいにはあのー、あれじゃない どうせあの、キスマイフット2とかそこら辺も3人で活動しだすんじゃないで、あの、キスマイブサイクのメンバーだけで活動したりとか、ねえ、もう僕大好きなんですけど、センガ君。あの、ものすごく怖い思いさせるよっていうね、あの感じすごい好きなんですけどね。はい、印象的で <laughs> 大好きなんですけど、本当に。ねえですね、ハッシュタグセンガ、ハッシュタグ、えー、手越しで、えー、検索皆さんしたら、あの、このラジオにも繋がるんで、ぜひね、あの、見てください。あの、本人がね、 一番聞いてくれてるのが一番嬉しいんですけどねまたあの手越くんもし聞いてるのであればぜひねアイドルボックスご出演の方お待ちしておりますもうなんぼでも払いますんでなんぼでもあの積んで払いますんでぜひ出演してあのねまあ、僕自身ねこんななんかすごい楽しがってますけどあのやっぱり本当にねシーンをね あの、ニュース、ニュースの頃からのエピソードなんかをね、聞けたらね、すごくいいな、なんて思うんで、あの、ぜひね、あの、出てほしいな、なんて思います。はい。ねもうね、こんだけ言ったから、あの、ニュースファンの皆さん許してください。あの、手越ファン、許して。許して。本当に許して。<laughs> ネタにしたのは悪かった。悪かった。悪かったよ。悪かったよ。けど、悪くないだろう。うん。あ、ごめんなさい。ぺこぱ出したもう、こういうところだよね。こういう、すぐふざけちゃうところだよね。ごめんなさい、本当に。 <laughs> ペコパペコパでね、あのー、終わらすなって思われると思うんですけどね、本当に。はい、まあ、そんなこと言ってますけど、まあね、なんでしょう、あの、意外とね、こう、僕もね、もう、やっぱね、芸能関係で仕事してますと、いろんなね、方がいるな、なんて思うんですけど、あのー、中でもね、お会いした中でね、衝撃的だったのが、シングルマザーのアイドルやってる人がいたんですよ。で、うん し、あ、あ、それはもうファン公認なんだねっていうね、方もいるい、いるんですけどね。いや、まあでもね、思うんですよ。シングルマザーやりながらね、あの、アイドルやってる人すげえなって思うんですよ。なんかね、それこそ、ね、あのー、 まあ、手越さんもね、あの、シングルマザーでそ育ったっていうエピソードあるみたいなので、ちょうどあの話になるんですが、あの、まあ、シングルマザーってね、大変なんですよ、皆さん。あの、子供一人で面倒見たりするの。でね、もうあの、ね、もう父親の顔も知らないって状態ですからね。本当に、本当にね、だから、 子供を育てるときにね、ママさんたち大変な思いしてるとは思うんですかね。多分ね、手越しくもね、そういう意味を込めてね、あの、弁当配達とかやってたんじゃないかななんて思うんですけど、すごくだからやってることはいいんですよ。めちゃくちゃいいことしてるんですよ、手越しくん。かっこいいなとは思うんですけどね。あの、時期が時期だったよっていうことだけなんですよ。はい、本当に。まあね、本当に。 だからね、シングルマザーの方とかね、すごいそういうので元気もらってる方も多いんじゃないかな。だから手越しファンが余計これで増えたんではなかろうかななんて思うんですけどね。はい。まあね、あの、7月になって、こう、やっぱ暑いシーズンになりまして、まあ、熱中症、まあ今で言うと、なんだ、マスク熱中症なんていうのが流行ってますけど、ねどこぞの誰かさんがマスクして密です。 って言ってね、こう、あの、密なので、あの、マスクを常にして、あの、外は出歩くように、なんて言われましたから、あのね、マスクしてるとやっぱ熱中症になりますから、もう、こまめにね、ま、あの、人の少ないところではね、あの、ちょっと、息継ぎがてら、一瞬外してね、熱中症対策を取ることをお勧めします。あの、本当にね、危ないらしいんですよ、マスク熱中症。特に子供の子なんて、あの、なりやすいらしいので、あの、気をつけて、 いただかないとなって思うんですけどね。あのー、本当に結構ね、あのー、まあ、夏のシーズンと言いますと、まあ、あの、早い学校とかでは体育祭とか文化祭やってるところも多いんじゃないでしょうか。でね、まあ、コロナのシーズンだからっていうのでね、正直僕はあの、これ、もし教師の方がいたら、今聞いてる中で、教師の方がいたら言いたいんですけど、子供たち、 に、から、その楽しみを奪わないであげてほしいんですよね。僕はむしろ開催するべきだと思うんですよ。コロナだコロナだを理由にしてね、あのー、開催をね、 あのやらないよなんて言っちゃうと多分あの高校生とかの子なんて受験シーズン控えた子なんて楽しみが1個減っちゃうんでやっぱそういうところでね子供ってあの息抜きしてそこからまたこうよし頑張ろうっていう気になるのでねあの楽しみを奪わずにそのまま継続させてあげるのもまあ教師の判断かななんて思うんですけど本当にね教師の皆さんぜひぜひね頑張っていただきたいなと思いますあのもうそこはね あの、ま、賛否両論ありますよ。本当にあの、親御さん、モンスターペアレントとか言われるね。モンスターペアレント、えー、ま、日本語訳で、怪物親。 怪物親ですからね。怪物みたいな親がいるわけですよ。中にはね。本当に。うちの息子、コロナ、ね、どうのこうちら、なんて言いますから。あのー、そういう方はね、あのー、負けないように、あのー、ちゃんと対策取ってますよっていうのを言い張ればいいと思いますよ。あのー、だから、おののがもう本当に、 気をつければいいいと思いますし僕なんだったらね、無感染者なんじゃないかななんて思ってるんですよ。僕のね、なんだろう、周りの子とか、あ,あの、あの、東京都内じゃないですよ。福岡に住んでる子とかでもコロナになったって言。 こう、連絡来る子がいるんですよ。だからね、ただ、もうあの、ああ、あの、保健所の皆さん安心してください。そのことはね、あの、一年以上お会いしてないんで大丈夫です。はい。あの、大丈夫です。あの、僕絶対接触してないんで大丈夫です。はい。なんですけど、あまああの、やっぱ僕自身ね、東京に住んでる人間としてね、やっぱね、あの本当に、うわー、もうカウントダウン、東京の人がもう感染、全員感染するまでもうカウントダウン切ってんじゃないかなって思うんですけど、今日なんて、え、100人ぐらいだったかな もう100人の感染者出たよって、あの、ね、コロナのあの、緊急事態宣言解除してから、あの、今日放送日2日なんですけど、ちょっと LINE ニュースで流れてきてたんですけど、100人と思って、また3桁いっちゃったと思って、まあ、それね、おそらく僕わかるんですよ。なんでそうなったかわかるんですよ。やっぱりね、クラブですよ。多分、クラブ解放されて、 それに行っちゃう子たちなんですよね。そう。ぶっちゃけね、あの、行きたい気持ちはわかるんですよ。で、い、ね、まあ、クラブ自体も運営していかないと潰れちゃうし。だから、あの、気持ちはわかるんですけどね、やっぱ、もっと対策取るべきなのかなって、クラブは特にあの密室空間なんで、もう空気の入れ替えどころじゃないんで、やっぱそういうところはね、本当に最善の注意を払っていかないと、感染者がどんどんまた増える。 そうなんじゃないかななんんんじゃいいかて思うんですけどねはい、今ね、どこだっけ、海外かどっかではね25万ぐらいでコロナのワクチン販売してて、いや、25万かと思う、ね、会社員が普通に働いてもらえる1ヶ月の給料ですよ、マジと思って、<laughs> 25万円ですかと思って、僕もねびっくりしちゃってたんですけどね。まああのー、だからね医療系の 働いてる皆さんね、あの、すごい難しいこと言ってるのは百も承知なんですけどね。なるはやでこうワクチン作ってほしいななんて思います。もうただね、コロナのワクチンできるのが5年後最短で5年後とか言ってますからね。最短で5年後ってもう、もうもはや収束してるでしょ <laughs> って思うんですけどね。まあ、言い方悪く言えば、あのー、コロナって、あのー、インフルエンザみたいな感じの あの、突発性型もあるんでね。まああの、そういうのはね、本当に油断できないところであるんですけど、まああの、感染してもね、あの、本当にインフルエンザみたいな感じで勝手に収まるタイプの方もいますから。 あの、そこは安心していただきたいなと思うんですけどね。はい。ということで、お時間がそろそろやってまいりました。早いな本当に今日。いやね、一人で喋ると、ね、本当に早く終わる。あ、あと井上さんが出る日はね、絶対早く終わるんですけど。なんかね、あの、一応放送日をね、忘れずに言っとこう。放送日が、これ、7月15日。放送の。再放送が19日。で、えー、放送日が23時から24時。 で、えー、23時半の間で私が出ておりますので、ぜひ聞いてください。今回は手越しネタを、えー、メインで話しております。<laughs> はい。で、あと、 ま、まとめて言っちゃうけど、一応ね、あの、神奈川フューチャードリームズという、えー、神奈川県のプロ野球独立リーグが、えー、できておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そしてね、スポンサーの募集もお待ちしております。はい、あと、鎌倉 FC、えー、選手募集しておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。あと、その他、詳細は、えー、鎌倉の、鎌倉アイドルボックスの、えー、ツイッターで、 随時更新されておりますので、そちらの方もチェックぜひよろしくお願いいたします。そしてフォローの方もよろしくお願いいたします。私、りょうえも、あの、系列で引っかかると思うので、ぜひチェックしていただけるとありがたいです。ということで、皆さん、えー、次はもうニュースネタじゃなく、今度は何のジャニーズネタがあるでしょうかということで、皆さんまた次回の動画で、あ、また次回のね、あのー、放送でお会いしましょう。さようなら。